太郎さん、スパチャありがとうございます。明日仕事なんでもう寝ます。最後にレイカーズのハーフコートオフェンスの問題点を聞かせてください。いつも面白い配信ありがとう。あれ、結局俺言ってないのか。そう、俺だからごめん、結局言わずに終わってた話だけど、レイカーズは3ガードが俺は問題だと思ってなくて、スラッシャーが3人いる3ガードっていうところが一番の問題だと思ってるのね。ウェストブルック、ロニー・ウォーカー、シュルーダー、この3人の時が特に壊滅的にオフェンスが機能してないなっていう。まあ、リバウンド問題とかは俺はやっぱりデータを見ても、実際に試合を見てもそんなにこう取られてるイメージ印象はないので、そこはまあロニーだろうがベバリーだろうがあんまり気にならないんだけど、ことハーフコートオフェンスで見ると、何が今スリーガードの問題が起きてるかって、スラッシャーを3人並べてるスリーガードっていうのを、それがあるとやっぱここで攻めたいっていうところのチャンスを結構なくすことが多くて。そう、だからそのスリーガードっていう一括りで、そう、だからその俺がこう、どうにかならないかなって思ってるところは、まずそもそも、レイカーズのスリーガードとかっていう話よりかは、スリーガードをしてるイコールヘッドコーチが無能って、なんかもう勝手に結びついちゃう、この状況をどうにかしたいなって思ってるだけなんだよね。だからスリーガードで一括りにして話すと、じゃあスリーガードの何が悪いのかっていうのがあんまりこう分かりづらいじゃん。いろんなスリーガードがあるんだからさ。そうっていうのがまず前提にあって、じゃあレイカーズのスリーガードの今何が悪いかって言ったら、スリーガードの中でもスラッシャーっていうタイプの3人をこうまとめて使ってることが、ハーフコートオフェンスを停滞させてる理由なんじゃないかって個人的に思ってるっていう話ですね。スリーガード無能になったら無能する。いや、そうなんよ。それ言ったら、スティーブ・カーも無能になるからな。だから、これ困るでしょ。スティーブ・カーのスリーガードは良くてさ、ハムのスリーガードダメ、アンセルドのスリーガードダメってさ、じゃあ何が違うのっていうところを、やっぱ議論しないとさ、意味がないわけよね。で、ウォリアーズがスリーガードできてるのは、その1人をポイントガードみたいに使って、で、2人がランニングシューターみたいに使われるから、スリーガードでもオフェンスは停滞しないよねっていうのがウォリアーズのいいとこなわけじゃん。だからセルティックスとかもどうなんやるんじゃない？マーカス・スマート、ブログドン、デリック・ホワイトの3人並ぶときとかないんかな？で、多分並んだとしても、あの3人は多分問題ないよな。そう、ってなると、そう、要はロスターを用意できないフロントが一番、やっぱり一番はそこに目を向けるべきな気はするしね。なんでスラッシャー3人取っちゃったのっていう。ウェストブルックいるって分かってんのに、こう、ロニー・ウォーカーとシュルーダーに手をつけたのは、やっぱちょっと考えがフロント陣浅はかだったんじゃないっていう。でももう持ってるコマとしてはそれしかガードはいないわけだから、もう仕方ないよね、だから。で、かといって、じゃあ、ウィング使えばいいかっつったら、ウィングはトスカノとかなわけでしょ？俺、トスカノ使うぐらいだったら、俺はスリーガードの方がいいと思うし。で、AD とかトマブラのツービッグやってほしいっていう気持ちもあると思うけど、それもそれで、じゃあ、AD の怪我のことに対しては、どう対応するのっていう。そもそもツービッグできない試合が半分ぐらいあるんやでっていう。その半分はもうスリーガードやるしかなくないっていう。スリーガードイコール、ヘッドコーチ無能だと思わないでって。いろんなスリーガードあるんやでって。で、一個一個解決しようかなと思って、おとといの配信では、まあ、ペリメーター勝負をしてるっていう話をして、で、今日の配信では、リバウンドに注意、重視して話をして、で、まあ、次の配信とかで、じゃあ、スリーの部分の話をしようかなって、個人的には考えてたので、今日は、まあ、スラッシャー3人っていうのが良くないんじゃないみたいな話を、まあ、今までしてこなかったっていう話ですね。てか、スリーガードイコールヘッドコーチ無能っていう人がいたんですか？うん、俺はよく見る印象があります。